皆さんどうも、マキユウです。さあ、日付が変わりましてね、やっぱりいつも通り復刻菓子が来まして、リュータだったりね、ユウだったり、白龍かな、その辺が復刻していて、4体かな、リュータ、ユウ、白龍、クロンコクリの少年隊、この4体がね、復刻しているってことで、まあ、前もしてた気がするけどね、いつも通りこの4体をね、狙うべきか、まあ、4体しかいないんでね、ささっとね、話していこうかなと。で、早速1体目がね、まあ、前も復刻したところなんだけど、タッパーザのリュータだね。このキャラはね、まあ、今週も強いんだけどね、スコアタを頑張りたいって人はね、めちゃくちゃ技がまずタッパーザで優秀で、スキルもね、ライザーとかさ、いろんなループする上で超強いさ、スコアタのスキルだから、まあ、持ってなくてさ、スコアタ頑張るよって人はね、めちゃくちゃ狙う価値あるかなと。で、続いて2体目が、この攻撃力アップのユウだね。まあ、このキャラに関しては正直ね、まあ、取り捨てのバフっていうのは強いんだけど、スキルがね、ちょっとね、攻撃力アップなのに、スコアタにね、正直あんまり特化してない。うん、まあ、特化しないって言ったらね、まあ、言い過ぎかもしれないけど、あんまり強くないスキルなんだよね。だからこのキャラはね、さすがに狙う必要ないと思うわ、そこまでね。まあ、どうしてもさ、攻撃力アップが欲しいよって人はね、ワンチャン狙ってもいいかなと思うけどね。で、続いて、3体目が白龍だね。このキャラが整理技の復活だったり溜まった状態スタートで、まあそうだね、ポカポカの復活枠では使えるんだけど、他にもね、もっと強いキャラとか復活枠がいて、で、あと溜まった状態スタートもね、正直整理技ってもうね、演出が遅いんだよね。だから不動魔とかにはね、当然全然勝てないんで、まあ、周回キャラがいるって人だったり、ポカポカのね、復活キャラがいるって人はね、無理に狙う必要ないかなと。でも逆に言ったらその辺がいないんだったら狙ってもいいかなってキャラだね。で、続いて4体目がここに来て見させてくれないんだよね。で、仕方ないからちょっとこっちで見ていくわ。クローン黒竜少年隊だよね。追加じゃないバージョンだね。イベント特殊能力じゃなくてこっちだね。クローン黒竜ね、少年隊はね、確かなんだけど、性能ね、かなり優秀なキャラだった覚えがあって、こっちじゃないわ、ごめん。これ普通のクローン黒竜だったわ。少年隊だからこれだね。このダブゼラね。このキャラがまず HP 回復だね。で、スキルが、6サイズ消すとね、回復だったりデカブネ降ってくるってことで、まあ、かなりね、回復しやすいキャラではあるんだけど、無理して正直狙う必要ないわ。うん、だからこのキャラも、まあ、回復面ではね、強いんだけど、無理したらね、気を狙わないでいいかなと。まあ、こんな感じかな。ちょっと今回ごめん、早口にはなったんだけど、割引もさ、一応あるから、結構狙う価値というか、回す価値あると思うわ。だからね、まあ、スコアタ頑張りたい人はリュータ。でね、攻撃力アップどうしても欲しいよって人はね、ユウだね。で、即打ちだったりさ、復活枠が欲しいってなったら白龍だね。まあ、場面に応じてね、狙うか、まあ、狙わないかね、決めればいいかなと。だから、絶対狙った方がいいとかね、狙わない方がいいっていうのはね、ないと思うんで、まあ、人によってね、その辺は決めればいいかと思いますわ。はい、というわけでね、今回の動画は以上になります。よければ、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。